また新しいタフネス,スマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。キューボットのキングコングスター2です。こちらのねスマートフォンはですね防水防塵性の持ったタフネススマートフォンになります。キューボットの、ね、キングコングシリーズといえばもうタフネス,スマートフォンでおなじみですね。でこの端末はですねこちらに、ね、イラストが出ていますけれども 背面にで、すすねサブディスプレイを搭載していますで SOC はですね、Dimensity の8200ということで、タフネスマートフォンの中ではかなりハイスペックな端末になっています。さらにディスプレイもですね、144Hz ということで、なかなかスペック的にはね、魅力的な端末になっています。それでは早速見ていきたいと思います。 それでは同梱品を見ていきましょうまずは SIM ピンですねあとは Type-C Type-C のケーブルにまあ、こちらグローバル版なので EU プラグです充電器の方は 33W の出力に対応していますで本体の方も 33W の急速充電に対応していますそれではね早速本体の方を見ていきたいと思いますまずですね思ったより軽いですねタグネススマートフォンってかなり まあ重たいイメージありますけれども、持った瞬間にですね、少し平べったくて薄くてまあ、軽いなという印象です。でこちらの前にね、ペリペリにスペックが書かれているんですが、こちらバッテリーの容量がね、5100mAh なんですね。だからタフネスマートフォンとしては、ちょっとバッテリーの容量は少ないということですね。そのおかげで逆に薄くて軽いという感じです。でこの背面はですね、これはタフネスマートフォンでよくある まあゴムっぽい素材ですね。それに金属のプレートがはめ込まれているということで、まあ、デザイン的にもなかなかかっこいいなという感じです。でここにサブディスプレイがありますけれども、この周りもしっかりと金属で覆われている感じですね。金属フレームになっています。その両サイドにカメラがついていますね。でサイドの方にも金属フレームがはまっております、えー。ボリュームボタンに電源ボタンです。逆サイドの方に カスタムボタンですね。こちらに SIM スロットがあって、そこにですね、タイプ C があります。で、この角に、ちょっと見づらいかもしれませんが、ストラップホールがありますね。ペリペリにスペック書かれていますので、一応見ていきましょうか。まずディスプレイ6.72インチのフル HD プラスですね。しかもこれ、144Hz のリフレッシュレートに対応しています。えー、メインカメラは1億画素ですね、100M ですね。 えっと、インカメラが3200万画素。SOC が先ほど言ったディメンシティの8200、バッテリーが5 1 0 0ンペアですね。それでは、若干軽く感じたので、重量を見ていきましょう。重量の方は 307g ですね。まあ、タフレススマートフォンとしては比較的軽い方かなと思います。まあ、大体380とかね、それぐらいのものが多いんじゃないかなと思います。まあ、タフレス,スマートフォンでも400超えてくると、 まあちょっと重たいかなと思いますけども、まあ、そういう中で 300g 前半ということはやはり比較的軽いですね厚みの方は、えー、13.5mm ということで、まあ、こちらも気持ち薄いかなと思いますね、まあ、18mm とかね、まあ、そういった端末も結構ねダフネスマートフォンでは多いので、まあ、それに比べると若干薄めといった感じですそれではですね端末の方をね立ち上げてみました最初から入ってるアプリは まあこれだけですね。非常に少ないですね。余計なアプリは一切入っておりません。逆に言うと、タフネス,スマートフォンとかによく入っているツールボックスですね。結構アウトドア系の、まあ、便利なツールみたいなね、アプリがあるんですが、ないですね。歩数計ぐらいしか入っておりませんね。ここにもないですね。で、こちらの端末は一応 144Hz というね、リフレッシュレートに対応しているということです。ディスプレイ設定の中に、 一応変更するとかありますね。あ、確かに144選択できますね。一応60、90、144、オートと、まあ、選択することができます。デフォルトでは 60Hz になっています。それではリフレッシュレートをね、確認するサイトで確認するとちゃんと 144Hz 出てますね。フレームレートも 144FPS ということで、ディスプレイはやっぱり結構すごいですね。 ディスプレイはですね、1502とらしいです。結構ね、タフネスマドンでは明るいですね。で、144Hz で、かつゴリラガラスに対応しているということです。視野角見てみましょう。ああ、いいですね。はい。こんな感じで、角度ついても全然問題ない感じですね。はい。で、メモリーは 12GB です。ストレージは 256GB ですね。 で、メモリーのね、拡張機能にも対応しています。デフォルトではオフになっています。で、一応オンにすると、えっ、ー、とね、ストレージスペースを同じサイズ動作メモリーを拡張しますということなんで、えー、もともとこれ 12GB なので、プラス 12GB です。よく選択できるやつね、その拡張するメモリーのサイズを選択できるやつもありますが、これは選択できない。オンオフのみです。 アンツーベンチマーク終了しました。スコアの方84万3000点ということで、まあタフネス窓の中ではやはりね、性能がいいかなと思います。GPU は21万8000点です。それではね、GPS のテストしてみました。こちらはね、特に問題ありませんね。73個見えて55個使っています。誤差1メートルで、アベレージは23.0です。 で別のアプリで見ると、これどうもですね、L1、L5 のデュアルバンドに対応しているみたいですね。L5 が見えていますので、まあやはりね、それなりに SOC の性能が高いので、こちらもしっかりと対応しているようです。デュアルバンド対応ですね。それではですね、この端末は指紋認証センサーね、電源ボタンと兼用で搭載をしています。ちょっとやってみたいと思います。せーの、ほい。な感じですね。せーの、ほい。ちょっと遅いですね。 せーの、ほいはいはい。精度が悪くないんですが、なんか遅い。ワンテンポ遅いですね。それでは次、顔認証やってみたいと思います。まず、つけて、顔に向けるあ。一瞬ですね。こっちは問題ないですね。まず、つけて、顔に向ける。はい、こんな感じです。 スピーカーのテストやってみました。この端末はねシングルスピーカーですね。ここから、ここがスピーカーなんですけど、ここからしか音が出ません。でボリュームですね。音量は結構大きいと思うんですが、まあ、音質は普通かなと思います。それでは次はこのカスタムボタンの設定を見ていきましょう。それでは設定メニューの中のスマートキーですね。こちら、日本語化されておりません。 で、こっちらのね、一つのボタンに対して、シングルクリック、ダブルクリック、長押しですね。三つの動作やアプリを割り当てることができます。そうですね。こっちが操作で、あとインストールされているアプリを割り当てることができます。それではテストやってみたいと思います。とりあえず長押しでライト割り当てました。はい、こんな感じですね。懐中電灯ね、ちゃんと使えますね。それでは次、ダブルクリックでボイスレコーダーね、割り当てましたのでやってみましょう。ダブルクリック。 はい、ちゃんとね、ボイスレコーダーが起動しました。それではこちらのね、背面のサブディスプレイ見ていきたいと思います。今は消えていますけども、これね、タップすることによって、こんな感じでね、点灯させることができます。で、これは時計になってますね。で、これは下から上にね、持ってくると、これで通知を確認することができます。上から下へ持ってくると、バッテリーの残量を確認することができます。で、あと横にスライドすると、 これはコンパスですね。ちょっと動かしてみましょうか。はい。こんな感じでね、動いているのがわかりますで。さらにコンパスから右に持っていくとカメラですね。これはですね、こちら側のアウトカメラを使って自撮りができる機能です。まあ実際はこんな感じですね。まあちょっと顔は見せられませんが、私の顔が映っているといった感じです。で、ここで押してですね、撮影することができます。 だから、撮影するのもこちら側の、ね、画面タップで撮影ができるということです。でカメラの横は音楽のコントロールですね。まあ、これで再生したり止めたりですね、早送りしたりすることができます。そうするとね、最後、えー、とまた時計の画面に戻ってくるんですが、これをダブルタップすると、この文字盤ですね、ウォッチフェイスを変更することができます、はい。こんな感じですね、デジタルとかアナログとかありますけれども、 まあ 6, 種類かな6種類から選択することができます。で、こちらのサブディスプレイの設定はですね、設定メニューの中のミニスクリーンというところがあって、まあ、ここでですね、設定ができます。まあ、ちょっと日本語化はされていませんが、例えば点灯する時間とかですね、明るさとかですかね、あとホームに戻る時間とか、えー、あとね、通知の時に光らせるかとかですね、着信があった時に、 背面をつけるね、背面ディスプレイをつけるかとか、そういった細かい設定がこちらで可能になっております。あと写真を撮る時の解像度とかね、その辺も選択できるようです。それではですね、シムカード入れてみて、着信があった時にどんな感じでね、サブディスプレイが点灯するのか見ていきたいと思います。ちなみに sim トレイは裏表ですね。ほぼ2 0のシムカード入れてみました。一応ボルテマークが出てですね、5G のアンテナが立っています。 でバンドの方は 4G の方はね18、19、26対応してますので、まあ、日本で使う分には特に問題ないと思います 5G の方は N の77、78に対応しています79は非対応ですそれでは着信があった時にどんな挙動になるか見ていきましょうそれでは電話かけてみます今かけていますねはい着信しましたねはい上の方に一応電話番号が出て まあ下の方でね、タッチで電話に出ることができるようです。じゃあ一応それ、このままね、切ってみましょう。はい、そうするとディスプレイのここに赤い点が出ましたんで、これでね、通知があるっていうのがわかります。で、あとは、これを下から持ってくると、一応ね、不在着信がありましたということで、まあ、これで通知をチェックすることができます。それでは次は、一応ショートメールも送ってみましょう。ショートメールを送ってみました。はい、一応画面つきましたね。 で例えば、下から見ると、こうするとですね、ここにね、ショートメールのアイコンがあって、一応電話番号が出て、本文の一部が表示されています。ですので、こうやって伏せた状態であっても、例えばね、こうタップして、下からこうすることによってね、通知を確認することができるという感じです。まあ、便利ですね。それでは次は、カメラアプリね、見ていきたいと思います。メインカメラは1億画素ですね。視聴者振動が、 夜景モードですかね。ウルトラ HD っていうのがおそらく一応仮想で撮るモードですね。あと、マクロカメラを搭載しているようです。一応ね、4センチで撮れるということですね。あと、動画です。動画の解像度を見てみましょうか。一応 4K 撮影できますね。4K フル HD 撮影が可能になっています。 フレームレートの変更とか EIS のオンオフはありませんね。それ以外のモードはですね、QR コードとかプロモードありますね。タイムラプスがあります。ポートレート、パノラマと、あとビガンモードですかね。ただスローモーションがないみたいですね。カメラそのものは結構シンプルなカメラアプリですね。一応 AI 機能は搭載しています。デジタルズームで最大やっぱ4倍ですね。 この動画はですね。インカメラで撮影をしています。マイクテストですね。インカメラは一応3200万画素なんで、まあ、それなりにいいセンサーは搭載しているのかなと思います。え見た感じは、まあ、特にインカメラで撮影している感じでは、まあ、問題ないかなと思いますね。一応顔の方も明るくはっきりと映っております。それでは、ドロイドくんはい。ちょっとピントは合わないですけど、 まあインカメラとしては普通かなと思いますね。あとマイク性能はどうでしょうか音声の入り方どうでしょうかということで今日はですね、キューボットのタフネススマートフォンね、キングコングスター2紹介をさせていただきました。防水防塵性能があるねタフネススマートフォンでありながら、割と軽量薄型ですね。かつ、タフネススマートフォンの中では比較的高性能ディ、うん、メンシティの8200を搭載しています、まあ。アンスベンチマークでも90万点近く出るということですので、 まあ非常に性能も、ね、高いタフネススマートフォンになっていますね。あとね、SOC の性能だけではなくて、ディスプレイも 144Hz ということで、タフネススマートフォンの中ではリフレッシュレートも高くなっていますので、少しね、ハイスペックよりのタフネス,スマートフォンかなと思います。最近多い、ね、サブディスプレイ、背面のサブディスプレイにも対応しています。通知をね、確認したりするにはすごく便利かなと思います。あとデザイン的にもなかなかスタイリッシュで、 アフネスマートフォンらしいですね、ちょっとごついデザインもありながら、薄型軽量というところで、まあ、なかなかいい端末ではないかなと思います。一応価格の方はですね、プレスセールがありまして、199ドルぐらい、200ドル弱ぐらいで購入ができます。防水防塵性能があって、サブディスプレイがあって、でこの性能でねメモリも 12GB ということを考えると、まあ、割とお買い得ではないかなと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを入れていきますので、そちらの方から確認をしてみてください。 はい今回は以上です。